はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はトグロ兄弟使っていこうかなと思います。去年のブラックフライデーに登場した限定キャラクターというわけで、まあ期間限定キャラクターですね。ブラックフライデーにしか登場しないっていう、普通の限定の中でも位が高い、キャラクターなんですけども、この度情報修正されました。最近ね、トグロ兄弟決闘でなかなか遅れ取ってたんですけども、ちょっとここでね、いいエンジン積んで今めちゃめちゃ加速してるんじゃないかなと思うんですけども、まあね、あの今月下旬、おそらくブラックフライデー何か来るんで、まあそれに合わせた情報修正かなとは思うんですけども、赤属性の特殊 HP18200 攻撃2643というわけで、まあなかなかステータスも上がりましたね。もともとね、言うて高かったんですけども、 HP はこれ2000ぐらい上がったかな。んで攻撃力もまあ30ぐらい伸びたんじゃないかなと思います。んで必殺が一旦先バフ攻撃必殺 5% アップ、ガードダメ減貫通 590% で、一旦自身の攻撃 25% アップ、一旦終了時 HP3000 回復ゲット損得5万、一旦全てのハートが 100% の確率で敵全体に7000ダメ与える赤トゲプチとして出現、そのターン開始時段2個、最大9個ペイントプチに変換というわけで、いや化けまくったねこの性能。まず先ダブルバフついたか。まあ 5% っていうパーセンテージ低めなんですけども、いやそれでももう先バフの時点で強いんでね。しかもダブルバフやし、ガードダメ減貫通、これもともと持ってたんですけども、550% やったんが 40% 伸びて590になりましたね。んでバフも 25%、 これはもともと 25% やったかな。ほんで回復、これもともと血統忖度1万ぐらいやったんで、まあこれもなかなか伸びて、あとハート出現なし、これええな。ハート出現赤トゲプチめちゃめちゃ強いわ。まあ決闘ではもちろんのごとく、フィニッシャーとして使えて、イベントではね、ハート出現なしなんでサポートとしても使えるとこれ強いわ、はい。ほんで U字技、4ターン味方全体の必殺攻め10、15、20、25アップ、4ターンサポタイメインキャラ攻撃 15% アップ、団結忖度 30%、 4ターン終了時 HP4000 回復血統忖度10万、4ターンハートプッチが 100% の確率で二次として出現、最大10個血統損得全てというわけで、まあもともとね、えぐいバフ持ちやったんですけども、分割がさらに、分割千切りのごとく4分割されましたね。まあこれで解除なかなかしづらいし、あと回復の数値とか回復がついたんか、4ターン10万回復なんで、まあ40万回復、ほんでハート出現なし、またこれもいいな。あのこの必殺僕友情技必殺変換つくかなって思ってたんですけど、まあつかなかったんで、まあそうかっていう感じやな。なんか最近えぐいバフ&必殺変換って通例やったんで、持ってくれたら嬉しかったなっていう感じなんですけど、まあ別にええかな、うん。で特性、プチ無効3短縮必殺攻め 30% アップ、ランダム1個縦列変化の虹ペイント変換、邪魔5個虹に変換、敵に攻撃バランス特殊がいるとき受けるダメージ 25% ガード、敵に青がいるとき受けるダメージ 30% ガード、HP1000 回復血統損得32万、レジェンド召喚したターン自身の行動前でランダム3個7個変化の虹ペイントに変換、必殺除く左端縦一列右端縦一列虹に変換ターン1回だけ、チャージあ、プチショット緑ハートすべて飛ばして数かける7000固定血統損得18000、 HP50% 以上の時ダブルタップ通行って、やべえな、HP50% 以上ダブルタップっていう、このタップ条件やばないか。 HP50% 以上ダブルタップなんかこれでも容易に発動できるで。イベントの場合なんかダンジョンによってはもう毎ターンダブルタップみたいな状況ちゃうこれ。ターン指定じゃなくて HP 縛りなんで毎ターンなんか余裕に、
まあ、できるっていうヤバさ。ほんで、タイプに関係するガード、回復体力以外にガード貼って、属性にもガード貼るんで、まあ、敵にニカルフィが来たら、55% ガードと32万回復がつくっていうバカですわな。はい、ガードダメゲン持っといて耐久もしっかりしてるっていうのはなかなかやばいんじゃないかなと思うんですけど、使っていくんですが、挑んでいくダンジョンこいつというわけで、まあこいつは体力タイプなんで、はい、あれが発動しないんですけども、まあどうでもいいというわけで、そんでここに関してはこれはまあちょっと虹ぶち込んで、あぶち割り、あダブルタップなんでね、このダブルタップ杖で普通に強いわ。演出等々見ていくんですけども、はい、と必殺特性貫突バフなし幻突ですね。はい、オロタチ兄弟は2人で1つというわけで、上限の6なんですけども、いかほどというわけでダメージは、はい、きっしょいか、きっしょいねー、73000、きっしょい73000で、プチショットが、7万と3万5000と合計値約20万ってね、バグってますわ。あの火力、あのえぐい火力出しながらガードダメゲン貫通ですからね。あのえぐい火力出してガードダメゲン貫通ってほんまに言うてんの。ほんでダブルタップやし、このダブルタップマジでもう永続ちゃう。んでハートが、赤トゲプチとして変換してるんで、もこんな感じでギョンギョンに盤面がギョンギョンっていうね。ほんで1個につき7000トゲダメージなんで、トゲダメでも結構いいのが入っていくっていう、何から何まで素晴らしいなこいつ。まあイベントでもね、もちろんのごとく今まで使えてたんですけども、もっとさらに使いやすくなったな。20万出と思う。もう必殺2つ割っただけで20万出と思う。やばすぎるやろこいつ。ほんでトゲダメージも10万出とるし、きっしょこれきっしょいね。まあね、このトクロ兄弟は初めてのガードダメゲン貫通という性能で満を持して登場して環境を大いにぶっ壊した、まあ記憶には新しいキャラクターなんですけども、まあそれもね、1年前となっちゃかなり遅れをとって今はもう使ってる人全然いないんですけども、今回の情報修正でこれは環境に返り咲くんじゃないかなと思いますね。これはまあ青峰、今回の黒バス大特集祭の青峰が青属性なんで、そこ、なかなか、属性相性取られてんねんけど、言うてまあ青属性敵に来たらなんかガードとかを回復貼ってくれるし、ダブルタップやし、ほんで先バグ持ってるんで、青峰エレメントバースト青峰に発動されたらどうかわからへんねんけど、まあ青峰のエレメントバーストあんまり発動されることないんでね、 HP60% 以下なんで、今はもう耐久耐久なんで、だからそうなったらこのトグロ兄弟も勝機はあるんじゃないかなと思いますね。先バフやからな、先バフでほんでまあまあ優秀な回復を持ってるんで、ちょっとこれはトグロ兄弟使う人が今後増えてくる、そういった環境が容易に想像されるというのが現状であるのではないかなって、何を言ってるのか分かんないですけども。ほんでバフも持ってるんで、あこれ見ましょうか、友情技。はい、友情技ぶち込んでいきまして、イタチでコピー、あ味方全体4ターン必殺ダメ4分割アップからの、サポ対メインキャラ攻撃力アップ回復、この攻撃アップはイタチなんで関係ございません。はい、っていう性能ですわ。味方全体になったんがめっちゃええわ、この4ターンのバフが。しかも盤面に干渉しないんで団結でめっちゃ使える、これ優秀やな。なんか変に盤面二次変換とか持ってたら決闘では使いやすいんですけどもね、うん、まあほとんどの人が決闘主体の考え方なんで、なんか盤面干渉して欲しかったと思ってる人なかなか多いと思うんですけども、まあ団結のことを考えたらただなバフなだけなんで、
これはまあこのユージョアザは大いに団結で使えるんじゃないかなと思いますね。はい、決闘行きましょう。はい、というわけでお次決闘でやっていくんですけど、パーティーこんな感じで、まあトグロ兄弟クソブッパーのシャンクスぶち込みパーティー、シャンクスじゃなくて先バフ持ってるんでジョルノにするか、ジョルノで必殺個数増やしてもうギョンギョンっていうパーティーにしていこうかなと思います。まあトグロ兄弟を使うのであれば、こういうラスワーククソブッパが適してるのではないかなと思うし、ニカルフィーが来たやんか、仕組まずにニカルフィーが来た。これは使ってみた動画ではいい例になりますね。まあ、ニカルフィー殺しなんですよね。55% ガード付与されるんで、だから何も怖いもんがないんですよ、もうニカルフィーに対して。これがなかなか素晴らしいところではないかなとは思うんですけども、ここに関しては先にぶち込んどいて、そんでもってまあラスト枠まで倍速でいこうかなと思うんですけども、ガードダメゲン貫通の先バフなんで、いくらニカルフィーといえどまあまあダメージは入るんじゃないかな。まあ今はもうニカルフィーより青峰なんですけどもね、だから青峰とは相対したかったっていう気持ちはまあなきにしもあらずなんですけども、まあでも別にいいとして、はい、ぶち込んでいきまして、まあ定番のキセチン、赤石、ニカルフィー、ニカルフィーで必殺、1個ぐらいしか割らないっていう耐久パーティーにしてます。ラストワークに全てを捧げるという、パターンにはしているんですけども、まあ2枠目になると、まあこの辺に関しては別にもどうでもよろしいんで、はい、まあね、時が過ぎるのをただ待つのみとなってんねんけど、今回の情報修正組全員結構いいからね、僕は全員の使ってみた動画撮るんでね、まあ、ぜひに1日ずつちょしょ、なぜ角を取った、こいつは、こいつの今の角取り意味わかんないんですけども、まあぶち込んどいて、全割りします。それ必要あんまないかな、これは。一つ温存するか。一つ温存、ゴリ温存して。はい。なんかニカルフィーで、なんか分厚く二つ割ったらいいなっていうパターン。まあ、残ってたらの話やけども。残ってない気しかしないんですけどね。これに関しては。まあ別にどうでもいいとして。はい。吸収していきまして。はい。まあね、明石でバカほど回復するんで、別に、メインでバフ回する必要ねえかなっていう。舐め腐ってる態度を取ってるんですけども、どうなんだっていうお話で、はい。ほんでもって、ニカルフィー。このね、いくら高校取ったといえど、ニカルフィーのゴリンゴリングのこのムーブに、勝るのかどうかっていうところですよね。重要なんが。ニカルフィーの何がきついかって、もう耐久はね、余裕にできんねんけど、バフ回がね、めっちゃ厄介なんですよね。今って。だからそこをどう取れるかっていうパターン。ほんで上書き。まあこの上書きは別にどうでもよろしいんで、よろしいんで、はい。何も心配はいらないんですけども。まあぶち込んでいきまして、まあ定番の盤面、ぶち触りでよろしいかな。これは、素晴らしいね。どこ割ってものパターンですか、これは。どこ割ってものパターンですね。ここを、盤面一回触らなあかんか。盤面一回触らなあかんか。しょうもないね。まあ、しゃあねえわ。まあ、しゃあねえと思っときましょうか。そしてもって、これは5、6。ここ割ったら、どうなる？神、神。ここ一回消費できたのはでかいですわな。はい。で、あとは、全温存するというムーブになっておりますわ。もうちょっと必殺残したかったな。まあ、えっか、別に。別に、えっかという状況ですわな。まあ、4つ残せたんで、いいでしょう。はい。まあ、ダメージ以下ほどというわけで、結構バフ吸収されるんですけども、まあ、どうでもええわ。はい。どうせまたここでバフ回しますし、どうせニカルフィーなんで吸収されてたでしょう。枠、1個前で吸収されてたっていうだけなんでね、はい、どうせ吸収されていた未来なんで、はい、抗えなかったんですけども、そんでもってここに関しては相手のバフがちょっときっしょいな。今回3枠ぶっぱじゃないんで、ここまででバフあんまり稼げてないんですよね。まあ
このトグロ兄弟の剛腕がどこまで光るかというパターンにはなってんねんけど、勝てるのは勝てるかな。うん、さすがに勝てると思う。 55% ガードやから、 55% ガードと32万回復なんで、さすがにこのガード力を貫通できるほど今のニカルフィに火力ないんで、てかニカルフィは火力じゃなくて補助なんで何も心配はいらんわ。超越、ここに関してはまあレジェンドぶち込んで、おいおいと、縦列変換生んでいただいて、ジョルノぶち込んで、ぶち割りムーブ、はい、取っていきまして、ちょっと四方左方にすごく生まれてしまったんで、これはちょっと次盤面触ってレジェンドが溜まるかというお話になってんねんけど、溜まってほしいですね。これは溜まってほしいという願望ですわ。溜まらんというゴミムーブ、溜まらんゴミムーブですね、これは。一緒いうことで、はい、バフ見ていくんですか、ナイスさん、バフ。はい。247。必殺ダメージゴミなんですわね、こちら側20。この女、お互いともにやんけ。ただしかし、先バフ入るんで、先ダブルバフ 45%。この先ダブルバフ 45%、なかなか響くくないか？ガードダメゲン貫通、以下ほど。はーい。こんだけ耐久されていても、なかなか、はい、ゴリ耐久オッズ。